はい、鈴木智也の怖い話でございます。な、30分ってあっという間だね、ほんと。はい、5人の方いらっしゃいませ。ですね、まあ、鈴木智也の怖い話でございます。この枠はですね、何もなければ私自身が、体験したその怖い話をさせてもらいます。ただ、皆さんがね、怖い話したいよというのがあれば、トツコラボ募集しておりますので、ぜひ、上がってきていただいて、構いません。ですね、まあ、私の話の途中でももし上がりたいよっていうのがあれば、一言コメントいただければ全然遮ってくれてもそこは構わないので、はい、ぜひ上がっていただいて。じゃあ何かある人がいればコメントで次行けますとか私行きますとかって言っていただければと思います。さあ、まあそうかな。じゃあ僕の方から怖い話じゃないですけど、まあさせてもらいますけども、まあ実体験とは言ったものの、まあこれはちょっとその知り合いというか僕の友達に聞いた話なんですけども、まあ友達にね、まあその H っていう、まあイニシャルでね、名前が H っていう男の人がいるんですけど、この H っていうのがね、相当な遊び人で、まあ出会い系サイトをよく使ってるんですよね。で、出会い系サイトで、まあたまたまね、その自分の好みな女性を見つけたらしくて、その人とこう出会い系サイトでやり取りしたらしいんですよ、そのことね。で、メールっていうかメッセージでやり取りをした後、待ち合わせ場所を決めてね、待ち合わせ場所にその子来たらしいんですよ。そうするとなんかよくこう出会い系サイトって、まあ写メ詐欺じゃないですけど、写真と実際の女の子が違うなんていうことがよくあるらしくて、ただその時はね、写真通りの子が来たらしいんですよ。だからもともとね、タイプな感じの子とね、待ち合わせしたもんだから盛り上がっちゃって、 S の中で、 S じゃない、 H の中でね、 H の中で盛り上がっちゃって、じゃあどこ行こうかって、ご飯でも食べるなんて言ってね、誘ったんですよ。ただその女の子の方もね、出会い系サイトなんか使ってるもんだから、まあご飯目的なのかなとかさ、そう思ったらそうでもなくて、いやなんか楽になれるとこ行きたいとか言われたらしいんですよ。もうそうするとね、 H もね、察しがいいもんだからムラムラしちゃって、まあこれはなんかいきなりホテル行きたいって言ってるんだなっていうのを察してね、ねえ、なんかこう H も盛り上がってラブホテルにね、そのまま直行したらしいので、部屋に着くとね、そのまあ女の子はちょっとこう、なんだろう、どんな子かっていうと、まあ目が結構こうパッチリしてて、まあ結構明るい印象の子で、結構こう胸がね大きい感じの子だったらしいんだけど、まあホテル着くとね、まあ H もムラムラしちゃって、まあすぐにでも飛びつきたいっていうか襲いたくなったらしいんだけど、やっぱりここはシャワー浴びてからって言われたらしいよ。でね、これなんか鳴ってるかな、ちょっと待ってくださいね。これなんかみんな鳴ってます？ごめんなさい、何にも鳴ってないよね。ごめん、なんか着信がね今鳴ってたんですよ。でね、その H がですね、 H がそのシャワー浴びてくるなんて言われたもんだから、じゃあお風呂に行ってらっしゃいっていうことで、まあお風呂に行かせたらしいんですよ。でそうするとそのラブホテルのシャワー室からザーっていう音が聞こえてるわけで、その音にね耳澄ましながらね、あーシャワー浴びてんだなって最初は H 思ってたらしいんだけど、どうやらねずーっと出てこないんですよ、その女の子が。
いやー、シャワー長いなと思って、もうかれこれ30分シャワーだけって言ったのに、お風呂まで入っちゃってるのかなと思いつつ、シャワーずっとザーって言ってるの。いやー、これなんかね、いや、なんかおかしいなって。で、たまらなくなってね、まあ、ムラムラしてたのもあるんだけど、悪い悪いと思ってもね、覗いちゃおうとしたの。覗こうかなって。お風呂の方をそーっと覗いたんだよね。そうするとね、人影がないんですよ。音鳴ってるのに人影ないの。はっとしてね、これはなんかやられたと思ったらしい。要はその部屋入ってそういう雰囲気になってシャワー浴びてくるって言って、まあお金とか抜かれたりとかすることってあるわけじゃないですか。いや、やられたんじゃないかなと思って、いろいろ確かめたら、なんか取られてないかとかね。まず一向に何も取られたような気配もない。でも女の子はいなくなってる。シャワーは出てる。で、誰も自分以外お風呂入ってない。女の子がシャワーの栓をね、開けるとこまでも、なんとなく自分では把握してる。でも女の子がいない。でもおかしいなと思って、たまらなくなってね、そこのね、ホテルのフロントがあるんだけど、そのフロントに行ったの。いや、さっき僕と、その入ってきた女の子知りませんかって。そしたら、フロントの人言うんだよ。あなた、女の子と入ってきませんよ。一人で入ってきましたよって言う。え？いや、僕、女の子と入ってきたじゃない。いやいや、あなた一人で入ってきましたよって言うの。え？まあ、そっからね、そのフロントの人とね、ちょっとばかしの時間言い合いになったんだけど、まあ、フロントの人もたまらなくなって、じゃあいいですよって、じゃああなたが入ってくる時の映像を見せますって言ってね、その入ってくる入り口にはね、ラブホってね、その防犯カメラがあるんだよね。まあこのある意味っていうのはね、なんかこう、まあ一応なんかこう怪しい人であったりとか、またこう未成年が使っちゃいけないんで、まあ未成年っぽく見える人が入ってきた時とかに注意するためにもあるんだけど、その防犯カメラの映像を確認してあげる、確認させてあげるって言って、奥の部屋連れてかれて、防犯カメラ見せられたの。そうするとね、そこにね、映ってないんだよ。自分以外。自分が一人で映ってきてるの。確かにね、自分は誰かと話をしてるような感じではいるんだよ。防犯カメラに映ってる自分はね。だけど自分の隣には誰もいないんだよ。それでね、ホテルの人が恐る恐る聞くわけ。どんな服装してるの？で、H はね、その女の子の特徴を説明したの。そうするとね、ホテルの人がハッとしてね、いやー、なんかちょっとハッとした顔したから、何ですかって言ったの。いや、似たような経験してらっしゃる方いるんですよね。で、何ですかって言ってしつこく聞いたら、その重い口をそのホテルの人は開いてくれたんだけど、いや、このホテルがそのできる前に、実はそこにはまた別のラブホがあったんだって。まあ、それ経営してるとこは全然違うんだけど、で、非常に申し上げにくいことなんだけど、そのホテルのそのお客さんがちょうど泊まった部屋のあった場所に、またそこ部屋あったんだけど、その部屋のお風呂で女の人が一人亡くなってる。で、その子の特徴に似てるんだよねっていう。その子はね、その出会い系を使ってたらしいの。で、出会い系でよく男の人と遊んで、まあ、なんかこう、いわゆる、なんだろうな、ビッチっていう感じでもない。ビッチなのかな。まあ寂しいから男の人と遊んでっていうんだと思うんだけど、ちょっとね、たまたまね、ちょっと変わった性癖を持った
男の人とそこに泊まってしまって、ちょっと殺されちゃったんだよね。お風呂でその死体になって発見されたっていうのがあるんです。でそれからそのホテルが、その幽霊が出るっていう話になって閉鎖して、で新しいホテルがそこにできたらしいんだけど、そのホテルできた後もそういう話は絶えない。でね、エイチは思ったんだって。いや幽霊って、だって幽霊っぽくなかったよ。それに出会い系で出会って今日までやり取りをしてきて、待ち合わせ場所に行ってここまで歩いてきたあれって幻なのかな、全部幻だったのかなっていうふうに思ったらしい。でね、その出会い系でのメッセージのやり取りとかね、そういうものを確認したんだって。でもそれ残ってるんだよね、ちゃんとメッセージのやり取りをしたものは。その出会い系っていうのは結構わりかし日本でもトップ3ぐらいの有名どこに入る出会い系なんだけど、実を言うとちょっと明かせないですけど、その女の子の ID っていうか、それがね、未だに残ってるんだって。だからもしかすると出会い系使ってる方、もしかしたらその女の子に出会う可能性っていうのはあるかもしれないねっていう話なんですけど、はい。そんな感じでした。はい。そんな感じの話です。ごめんなさい。僕は出会い系とか全然しないんで、そういうのに出会うことはないんですけど、やっぱりね、ホテル、ビジネスホテルとかね、ラブホテルとかってね、やっぱりいわく付きの建物が多いんですよ。だから少なからず出るっていうのはよく言われてて。皆さんまだ、怖い話などを募集しておりますので、今7人の方見て、くださってますけども、ですね、何かこう怖い話あるよっていう方いましたら、挙手していただければ、コラボ配信で上がってきていただいて、していただいても構いません。実体験でも構いませんし、聞いた話でも何でもいいですし、別に全然怖くなくても全然大丈夫なので、ぜひ話をしたい方は、上がってきていただければと思います。はい。またコメントをしていただければコメントと読み上げますので、よかったらどんどんコメントしてっていただけると嬉しいです。さて、どうかな とりあえずね、怖い話なんですけども、一応この枠でおそらく締めるかもしれないです。はい。あと大体、16分ぐらいかな。今現在7人の方、見ていただいてますが、他に怖い話。そうかな 怖い話、怖い話、怖い話っていうほどでもないのかなと思うんですけど、なんかこの話も、どっかで聞いたことあるのかなっていう人もいるかもしれないですけども、僕の小学校のね、近くにね、お化けトンネルっていうのがあったんですよね。それ略してバケトンって呼ばれてたんですけど、僕もともとね、今こう住んでる町ではないところに住んでたんですよ。幼稚園の頃は全然別の町に住んでて、小学校上がる時に引っ越してきたんですけど、
で、小学校の時、小学校上がってから、まあ、周りの友達とかがよくバケトンバケトンって言ってたのがあって、まあ、そのバケトンっていうのは、まあ、高速道路のね、下をくぐる、まあ、小さなトンネルっていうか、まあ、通路っていうか、そういうような感じのものなんですけど、まあ、確かにちょっと気味悪いですし、なんか落書きとかも目立つんで、あんまり近づきたくないなっていうのはわかるんだけど、なんでそれがバケトンなのかなっていうのはずっと思ってたんですよ。で、まあ、そのバケトンでの話なんですけど、まあ、昔ね、小学校2年生とか3年生ぐらいの時だったかな、まあ、そのくらいの時に、まあ、仲良くしてた子がいて、まあ、名前出していいのかなと思うんですけど、まあ、沙織ちゃんとか、七重ちゃんとかっていうようなね、まあ、女の子がいたんですけど、まあ、その子たちとなんか仲良くしてたんですよ。まあ、僕一応男なんですけど、まあ、子供の頃からでもどっちかっていうと女子っぽいじゃないですけど、女子と遊ぶことが多くて、まあ、その沙織ちゃんの家はね、畳屋さんなんですけど、その沙織ちゃんの家にね、遊びに行ったことがあるんですよ。で、沙織ちゃん家のほぼね、ほぼほぼ近くにバケトンがあるんですよ。沙織ちゃん家からもう歩いて5分もかからないのかな、もう見えるぐらい窓からにバケトンがあるんだけど、とある日沙織ちゃん家で遊んで、とある日のその夕方なんですけど、まあ日が暮れかかってる時に、沙織ちゃん家の帰りにね、まあ、バケトン通らなくてもいいんだけど、バケトン通った方が自分の家に帰るのに近いんですよね。いや、なんか気味悪いから近づきたくないなと思いつつ、早く帰ることを優先して、バケトンをくぐったことがあるんですよ。今大人になってね、見ればね、そんなに長い、その通路でもないんですが、その当時はものすごく長く感じたんですよ。まず入り口に足踏み入れると、冷たいんですよね。なんかひんやりしてるの。夕方なんか特にひんやりしてるの。で、なんかトンネル特有のゴーみたいな音が聞こえるし、その高速道路の下通ってるんで、まあ、当然その車の音も聞こえるしっていうのがあって、まあ、子供ながらにはものすごく怖いんですよね。そこ歩いてったんですよ。コツコツ。なんか、なんか、なんとなくわかるじゃないですか。そういう音が聞こえるんですよ。で、自分の足音も響くんですよ。コツ、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 コツ。ちょうどね、トンネルの真ん中ぐらいに差し掛かった時にね、なんか嫌な視線を感じるんですよね。なんかこっち見られてるような気がする。気のせいっちゃ気のせいなんですけど、なんか人に見られてるような気がするってなったんですよ。人の視線が気になってしょうがないの。でね、後ろ振り向きたいんだけどね、振り返っちゃいけない、振り返っちゃいけないと思って振り返ったの。誰もいない。前見ちゃいけないと思って前見る。誰もいないんですよ。だけど誰かに見られてるような気がする。いや、前も後ろも見たよなって、まさか横じゃねえよなって。横はトンネルの壁なんですよ。ただね、さっきからどうも横に視線感じると思って、横の恐る恐る降ってみたんですよ。そうするとね、そのトンネルのね、この表面がね、コンクリートでできてるんですけど、そのコンクリートの表面にですね、なんかシミみたいのがたくさんあるんですよね。いや、なんかそのシミが嫌な感じすると思って、じーっと見たんですよ。そうするとそのシミがね、だん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 ね、人の顔のように見えてきたんです。で、それも一つじゃなくて、たくさんあるの。それ気のせいっちゃ気のせいなんだけども、たくさんの顔がこっち見てるような気がするんですよ。じーって。もうそうなったらね、怖くなってね、足震えちゃってね、早く出た方がいい、早く出た方がいいって思ってもね、早く出られない。
でもそれでも気になるもんだからね、じーっと見ちゃったの。で、顔をどんどん近づけちゃったの。じーって。あれ？なんかこのシミ見覚えのある顔してるなって。だから恐る恐るね、顔を近づけてるの。じーって。そうするとどっかで見たことあるなと思った。で、あとはっ気づいたの。これ俺の顔だ。確かにね、そこにあるのはね、自分の顔とよく似たシミなんですよ。で、これは聞いた話なんですが、別にそのトンネルでね、人が亡くなったとか、まあ事故があったとか、そういう話は一切ないんです。でもそのトンネル、バケトンって言われる理由。バケトンは、幽霊が出るトンネルじゃなかったんですよ。幽霊が出るトンネルじゃなくて、人を化かすトンネルだったんですよ。皆さんもね、こう、世の中に、まあ、その、お化けとかね、幽霊とかね、妖怪とかいろんな類、まあ、怪異とかいろいろあると思うんですけど、まあ、そういう類のものがいるとかいないとか、まあ、わからないですけど、信じてる方もいると思いますし、信じてない方もいるとは思うんですけども、その、幽霊っていうね、ものってやっぱり動物とか、その人とかの成り代わりじゃないですか。そうじゃなくて、このバケトンについているものっていうのは、人とか動物の成り代わりじゃなくて、物の成り代わりなんですよ。よくその、物にも魂が宿るなんていうことをね、聞く人もいるかもしれないんですけども。それって実際にどうやらあるらしくて、このトンネルにはどうやらその人でも動物でもならざるもの、幽霊ではないものっていうのがね、どうやらいるらしいんです。だからバケトンって呼ばれてましたし、今もなおこのバケトンは実在していて、今の子供たちも一応バケトンって呼んでいるらしいです。はい、まあそんな話です。まあなんか怖い話ありますか？ 皆さんなんかコメントとかあると嬉しいんですけど、特にないですかね。まあこういうね、その体験を、まあこの1回目の枠の時に言いましたけど、こういう体験をね、するにあたってね、やはり、僕、その霊感的なものをちょっと持ってるんですけど、なんか、まあ皆さんも霊感とかっていうのあるかどうかわからないですけど、結局、なんだろうな、その霊感っていうのは生まれ持ってあるものかどうかっていう話があるんですけども、霊感は、その僕の考えですけど、生まれ持って誰にでもあるもんだと思うんです、霊感ってね。結局はその幽霊が見える見えないの話っていうのは、その、霊を信じてるか信じてないか。さあ、怪異とか妖怪もそうですけども、そういうのを信じてるか信じてないかっていう話に尽きると思ってまして。で、まあ、その、何かね、そういう僕の場合は、幼少の頃に、その、観音様の像を見たっていうのが、きっかけとなってね、まあ、見えるようになったわけですけども、まあ、皆さんもね、何かきっかけがあれば、幽霊とか、霊とか、まあ、そういうものが見えるようなこともあるのではないでしょうか。ということでですね、まあ、今現在、閲覧5人の方、計12人、今6人になりましたね。計12人、閲覧6人の方が、見に来てくださってます。ですね、一応残り5分なんですが、まあ、その、上がってきてね、怖い話したいよという方がいれば、最後に怖い話していただきたいと思うんですけど、特になければ、今日のところは、まあ、これで枠をちょっと締めたいとは思います。
ですね、この動画の方はですね、この放送の、概要欄にもありますけども、YouTube の方の YouTube UGB チャンネルというところに、アップロードされます。ですね、定期的にですね、この鈴木智也の怖い話もですね、キャスとかで、放送、配信してまいりますので、もし、よろしければ、また見に来ていただいてと、ければと、見に来ていただければと思います。はい。また、YouTube、UGB チャンネルを、ご覧の皆様、今日、この動画を見ていただいた方、動画の方でですね、高評価、またコメント、チャンネル登録などお待ちしておりますので、よろしくお願いします。ということで、閲覧現在4人の方いらっしゃいますけども、ありがとうございました。計12人来場、閲覧4人の方、本当にありがとうございました。次回も来ていただければと思います。ということで、皆さんありがとうございました。パピコさんもありがとうね。はい。